もうチュートリアルみたいな形で言うた方がええのでね、そういうんですけどね、ヤマト民族ユダヤ人たちが宗教上の理由で迫害されてたっていうふうにしようとしたのは、むしろヤマト民族ユダヤ人の方やっていうね、その思考回路というかね、人間の賢さ、知能っていうものの研究があなたたちへのおろそかすぎるっていうのがね、よく言われる話なんですよ。プレアデス星団で研修受けた時にね、皆さんもそこで研修受けたはずだし、死んだらね、火葬された場合は光になるでしょ。その時は光の部分は、大抵はプレアデス星団、つまりスバル艦隊っていう光の船団で再教育されるわけなんですよね。上の世界にすぐ戻れないいうこと。上の世界こそがプレアデスなんですけどね。その前にスバル艦隊、すなわちプレアデス星団にあなた方は捕まるね。で、再教育されるね。で、結局、ヤマト民族ユダヤ人は、宗教的に迫害されたっていうふうにした方が、その迫害をやめさせやすいでしょ。遠い民主主義の地点になれば。本来ね、民主主義だから。外の世界、本来の世界は。うちの体内だけね、王国とかできたりしとって、それはどの人の場合もね、どんな人も、その地球にされた人は大抵ね、めっちゃ強権国家になる場合が多い。その人本人の王国ができるんですか、言うたら、あながち思想とは言えないから恐ろしいね。だからうちら被害者や言ってんね。で、ユダヤ人もね、その王国作ることは許されてなかったって言いながらね、なんか超権力を手にしてるでしょ。で、その結局、モーセ実会で言ってる内容もね、その宗教的なことの雰囲気にされてるけど、本当は、生まれる前のうちの体である地球を癌細胞にしたユダヤ人たち、うちの母をレイプした。すでにうちがおってん、受精卵の形でね、そこを襲った7人の男がいた。それがユダヤ人、ヤマト民族なんです。しかし、その後もね、うちの母はね、うちの父とセックスするやんか。で、うちの父の精子が一番たくさん、ね、うちにかかるけど、すでに受精卵になってるけどね。だけど、もう精子いうのはね、便中の中に男性の、便中の中に男性の染色体が入ってるだけですよ。その便中こそが、要するに精子袋いうかね、それこそが中に、遺伝子を乗っけて降りかかってくるわけでしょ。その便中であるっていうことに関してはね、父の精子もね、現在者の精子もね、似たようなもんやんか。まあ同じやんか、便中。同じ生き物やんか。男性のね、陰嚢にね、便中をこうとんねん。その便中に男性の染色体を運んでもらってるだけ。だからセルモの原材料は便中やね、まあ、いわば。バンコの原料はね。で、その便中はやっぱり便中にしか過ぎないから、非常にセックスしか考えてないわけ。だから便中に負けたらあかんよいうわけでね、便中に勝てる人間になるような教育を男子は昔から厳しく施されてきた。厳しい、男子こそめっちゃ厳しい教育を受けてきたのはね、まあまあ、要するに便中に勝てるような教育を男性はね、いつも本来受けてきたんですよ。うちらの世代までそうでしたよ。でもゆとり教育はね、絶対便中には勝たれへんタイプの教育やね。だから昨今ね、ゆとり世代がね、普通に当たり前にね、人をレイプしてるわけ。それはもう便中に支配されてんねん。ゆとり世代の男性ってさ。女性もね、精子飲まされたりね、いろんな精子の付け方されたら、便中に負けちゃうよ、ほとんどの場合。それぐらい下等動物で恐ろしいって知っといてね。じゃあ、その便中のせいで母はレイプされたんですかって、そうでしょうね。
だけどね、レイプがあかんというよりかはね、でしょ、うちの父が母とセックスして、すでにうちがおってん、母の子宮に、まあ、子宮か膣にね、まあ、まあ子宮におったんですけど、でそこにね別の遺伝子かかったらあかんねん。父の遺伝子やったらまだマシやろ。だけどその父の遺伝子すらもね、便中に包まれてやってきよるやんか。その便中こそがあかんのですよね。で、大和民族っていうのはね、その便中っぽい顔になっちゃうね、どうしても。便中っぽい顔ってね、どうね、皮膚っぽいけど、やっぱりあいつら便中っぽい顔になる。で、後からかかってきたうちの父もうの精子もね、それ由来の生き物も便中っぽい顔になりますか、言ったらね、一旦はなるけどね、便中に包まれてきよるから。だけどそれは受精卵時代とはいえ、うちの父親でしょ、父の精子に入ってる父の遺伝子は。じゃあうちらの民族の顔形に戻りやすいよね。まあ、そんなんが幻の長男カジって呼ばれた類型、カルディア類型。仮の父いうかね、おじっぽいけど兄みたいな。カルはね兄、カジは幻の兄いうか、え、おじさんと思ってたけど、あ、お兄さんだったのみたいなね。それが火事なんです。カルディアの語源ね。一家の火事取りっていう時の、ね、まあ、長男を表す言葉ですけど。じゃあ、あの銭形警部みたいな顔がカルディア人の典型的な顔。まあ、ジュリもそう。ジュリの顔。あれ、フランツオートの顔も火事の典型的な顔や。じゃあ、初めに多いよ。火事のタイプの顔ね。で、うちのね、担任で、ダウンタウン先輩の担任でもあった中川先生のもね、まあ、伊那地方にね、中川学級の人たちは何年であっても連れて行った。その中川先生も、あの、銭形警部みたいな顔だし、実際銭形警部のモデルやねんって。うちのね、関係者はそういう作品、名作のモデルになってるケースがほとんどです。ハイスクール鬼面組とかもそう、金蘭戦利時代のうちの語学友だらけみたいな。天使な小生駅はね、うちがその天塚恵で、その彼女がおるでしょ、あれが紛れもなくジュリアね。ほんでうちの周りに、うちのすぐそばにおる悪いやつおるやんか、あれ誰やね、ワンナンにも似てるし、片岡君にも似てるし、アツールにも似てるけど、アツール言ったら、ね、イエス・キリスト志願者として有名でしょ。あの一時期ユニット君出たよ、それはね、脱法ロックンロールっていうラッポーロックじゃないよ、それは関係ないね、全く違う人たち。そんなのね、音源も残ってるけどね、見たくもない音源言うから、ね、まあ今パソコンないからちょっと見れないんですけど恥ずかしすぎてね、うちも恥ずかしいことをかやってるいうか、そのアツールを見てたものが恥ずかしいしね、もうなんか恥ずかしいユニット、なんかかっこ悪いよこのユニットみたいなね、もうやめてってね、どっちのプレーも嫌みたいなね、見ててね、客の反応も嫌みたいなね、何から嫌、何まで嫌なユニットやけど、ね、でもアツールは生き生きしとったよ、それが嫌やね、それを見るのがまた嫌やね。くっそ、こんちくしょうっていうかね。まあまあ、それは黒沢ね。
要するに